歌川広重、東海道五十三寺、二河二川宿は、東海道五十三寺の33番目の宿場である。三河国際東端の宿場町である。征夷大将軍の天領であった。現在の愛知県豊橋市に川町と大岩町に相当する。1601年の東海道を設定当初から、三河国厚み郡に川村と大岩村の二村で宿場として、 人罰技術業務を担当していた。しかし小さな村であり、また1 3キロメートルほど離れていたため、しばらくすると負担に耐えられなくなった。江戸幕府は1644年に、二川村を西に、大岩村を東に移動させ、二川塾と、茅野大岩町として、再構成させた。江戸の日本橋より西に72里山頂に位置し、 東の白須賀塾とは一里十七町、西の吉田塾とは一里二十町離れており、町並みは十二町十六軒の長さがあった。二川塾には、本陣一県、脇本陣一軒、旗子が約三十軒ほどあり大岩町は、宿ではなく町であったため旗子は設置されなかった。二川塾の本陣は、数度の大化に遭い、その度に再建されてきたが、 明治後も取り壊されずに残った本陣の一部は1988年に改修、復元が行われ、また資料館が併設された。本陣一帯は、豊橋市の史跡に、1807年以降の宿町33冊は、愛知県の有形民族文化財とされている。明治維新後東海道沿いに設置された鉄道は、通過するだけだったが、鉄道の便利さが認識された後、 西岸が通り、駅が増設され、旧二川宿と旧河宿大岩町の中間に二川駅が設置された。駅の位置が二川宿の西端と離れていたため、宿場町周辺の開発がほとんど行われず、現在も二川駅からシンホニアテクノロジー豊橋工場あたりまでの約 2km 余りに旧宿場町の面影を残している。二川国二川宿は、 徳川時代は征夷大将軍の天領であって、現在は愛知県庁の管轄下であるが、その間様々な統治機関の下に置かれた。豊橋市、二川宿本陣資料館、大岩新明宮、ありがとうございます。